スパーリング中のバーンズ・トミー・バーンズは、カナダのプロボクサー。オンタリオ州ハノーバー出身。元世界ヘビー級チャンピオン。人種差別が根強かった時代に、黒人強豪、ジャック・ジョンソンに敗れ、世界王座を、初めて黒人に明け渡したことのみが、クローズアップされるが、強打とスピードの実力派王者であった。 身長1 7 1トル体重7 8ラムという小兵ながら、ホッケーの名手でもあったという素早い動きと、タンクに似ぬ強打で、世界ヘビー級王座を11度防衛した。父親は、フランス系移民の牧師。1906年2月23日、王者としての実力に疑問符がつけられていた。 マービンハートの持つ世界ヘビー級王座に挑戦20回判定で下して王座を獲得。以後、イギリス、フランス、オーストラリアと世界を転戦して防衛戦を重ね、8連続小防衛を含む通算11度の防衛を果たした。1908年12月26日、3万ドルという当時捕獲のギャラと引き換えに歴代王者が カラーライン制度を利用して対戦を避けてきた黒人強豪、ジャック・ジョンソンの挑戦を受ける。ちなみにこの試合、レフェリーはなんとバーンズのマネージャーが務めたが、それでも実力差を埋めることはできなかった。バーンズは巨漢ジョンソンに果敢に挑む者の体格と技術の差は大いがたく14回一方的に打たれるバーンズの姿に警察官がリングに入り試合はストップ。 バーンズの TKO 負けとなった。メディアを再生する、スクワヤーズ対バーンズ57戦43勝5敗8分、一無判定。ありがとうございます。